はい、戦争をなくすっていうものを具体的にどんな方法かっていうのは、どんな方法だったら戦争をなくせるかっていうのは、まあ、全然想定もつきませんでした。まあ、人並みのことはわかりますよ。うん、例えばね、まあ、昨今、YouTube で見ると、タモリさんが、戦争を起こす原因は愛だって言ってましたね。はい。愛があるから戦争が起こるんだって言ってました。それも間違いないでしょう。はい。他のにはですね、戦争は経済を回すための一つの武器だ、手段だっていうような、論調はよくあります。私はね、そこら辺は、高校、私、商業高校だったので、商業高校に通いながら、まあ、戦争は経済を回すための一つの手段なんだなっていうことを、まあ、それはね、高校時代の私でも分かったこと。うん。それはまあ事実でしょう。はい。で、愛が戦争をなくさないっていうのも、まあなんとなくというか、まあそうでしょう。だって、大事な人が殺されれば、憎しみを持った相手を殺そうと思うと、全然普通だと思いません？現状の世界の人の考え方から考えれば、大事な人が殺されれば、憎いから殺し返すっていうのは、まあそんな珍しいことではなく、それが戦争の原因になるって、まあタモリさんが言うことも、まあその通りだなと、とも思います。ただ、その背景にある戦争が本当になくならない理由っていうものは、その当時の私には分かりませんでした。そしてですね、私はその後、まあ、縁があって、ネパールの NGO 法人で NGO で働く経験があり、まあ、世界の環境がいかにどういう問題になってるか、あと、世界から見たものがどういう日本なのか、まあ、いろいろ経験する機会もありました。その後、NPO に関わり東日本大震災やら防災の関係にいっぱい関わってきて、その頃に私はね、100年後未来プロジェクトっていうのを立ち上げましたというか、自分の心の中でしっかり明確な目標として持ったんですね。まあ、それは、100年後の未来に、今より少しでも多くの人が自分で生きたいと思ったら生きれる未来であってほしいなって、そういう未来のために私は何をしようかっていうことを、漠然と考えて、私には何ができるんだろうって思って NPO 活動をやってました。で、NPO 活動といっても、私思ったんですよ。どんなこと、どんなちっちゃいことやっても、どんなことやっても、必ず100年後に時間は繋がってるわけですよ。まあ、この世がある限りね。うん。100年後に時間は繋がってるわけです。100年後に何をやっても必ず繋がるわけですよ。だから、人にとって、社会にとっていいと思われることをやっていけば、必ず100年後の未来に結果は残るっていうふうに信じていました。そう。まあ、それはね、今でも間違いないと思ってます。ただ、それがイコール戦争っていうものをこの世から排除できるかといったら、そうではないと思うんですよね。そんな中で、私がもう一回立ち止まって、戦争とは何ぞや、なぜ戦争が起こるか、じゃあ今の世の中は何ぞや、今の社会の経済は何ぞやっていうことを考える、大きなターニングポイントが、40ぐらいだったかな、の時にあったんですね。まあ、それは、シンクタンク、長岡のシンクタンク、ザ・リバーバンクというシンクタンクがあるんですけど、まあ、そこの、当時の理事長であった方から、ある日、ブロックチェーンについてちょっと研究していこうという、極秘指令があったんですね。で、その時、まあ今から5年以上前ですかね、5年以上前っていうと、ブロックチェーンって言っても、ほとんど資料がなくて、あと、ほんとね、英語の資料か、日本語のもうほんと難解な資料しかなかったんですけども、まあブロックチェーンって何ぞや、の頃あったビットコインとは何ぞや、ようやく出てきたリップルって何ぞや、そもそもイーサリアムって何ぞや、みたいな。そもそも暗号資産。まあ、当時仮想通貨ってやってましたけどね。仮想通貨って何のためにあるか、なんてことを、まあ、真剣に悩んだ時期が、まあ、5年ぐらい前でしたね。で、その5年ぐらい前に仮想通貨は何かっていうところから、私は、なぜ戦争がなくならないのかっていう大きな問題の終着点にたどり着くきっかけを得た気がします。次回の、動画では、私がなんで戦争はなくならないのかということに気がついた経緯なんかにお話したいと思います。ガッチャンでした。